ついに仲良し部メインの新イベント開催が決定したプリコね。ハージもあるよ。ということで今回は仲良し部新イベント河野聖樹と聖なる学者の異端児の予告を紹介します。最近落ち着いてきたと思ってたところに仲良し部3人限定キャラ実装。こいつは財布が軽くなるぜ。当然卑怯者は兄貴たちも回すよな。最下に心臓を捧げろ。やばいわよ。ガチが無理。チェルーン。チェ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 。ユニ先輩、工具とか魔道具いっぱい広げて何してるんですか？ユニコプターの新作かな。はあ、これか。玉木くんの開発レシピをもとに、僕の魔法理論を持って回収した高機動万能靴。新速くんの最終調整だ。子供ながら新速の CM にはワクワクしましたね。またそういううさんくさめグッズ。マジ勘弁すわ。パイセンのその手のやつ確定で最後爆発落ちじゃん。爆発落ちなんて最低。やめたまえ。一瞬確かにとうなずいてしまいそうな風雪のルフはやめたまえ。仲良し X のことを言っているなら、あれは設計も開発も財団だ。俺は悪くねえ。俺は悪くねえ。でも、もしお約束展開になっても大丈夫じゃないですか。秋野先輩だって仲良し X の大爆発に巻き込まれても結果警報警報だけで済んでたし。ギャグキャラは最強。いや、あれだってギャグの人じゃん。比べちゃダメよ。うちらリアル系でやらせてもらってんだから。お前らもじゃい。ギャグの人は無敵だからな。っていうかメルクリちゃんたち言ったら全員ギャグの人ですよね。鏡持ってこなきゃ。いいけどさ、うちらの周りってなんかギャグの人率謎に高くない？ポーン。ルイは友を呼びがち。そうだよ。うん、葵くんはどうだろうか。葵だってまあギャグっつうか基本コメディの子じゃん。顔芸と絶叫リアクションのバリエーション豊富だし。ぼっちだし。リトリリちゃんたちはほのぼの4コマって感じですよね。3人わちゃわちゃしてるだけで一生見てられるやつ。お姉ちゃんといいことしよっか。ユニ先輩がこないだ会ったっていう姉を名乗る狂人はどうなんすか。どけ、僕はお姉ちゃんだぞ。スズルくんか。彼女はサイコサスペンスだ。リアルなのうちらだけかよ。真面目に生きてんのバカらしくなんな。リアルってなんだよ。それでユニ先輩は万能グッズ？なんでそんなもの作ってるんです？声楽祭が近いからな。僕なりの対策手段だ。声楽祭、何でしたっけそれ。声楽の柱になれ。うん、1年生のチエル君は今年が初めてか。声楽祭、当学院最大級の年間行事。その名も高き文武の祭典さ。つまり宴か。ほら、よその学校だと体育祭とか文化祭とかってあんじゃん。うちの場合あたおかだから、それオールミックスで一緒にやんのよ。何その悪魔合体フェスティバル、通称テレフェス。ガゼンチェルってきますね。テレマスみたいに訳すな。うむ、諸君らも備えたまえ。全校生徒は優に及ばず、父兄や来賓の注目も集まるこの祭典。ここで目覚ましい活躍を披露すれば学院からの覚えも高まるはず。ああ理解。要はエグメの活躍すりゃ奨学金審査のプラス材料になるの。金金金。しかり、我々ユニちゃんつの名を世に知らしめるのだ。そうですね、我々仲良し部の名を世に知らしめましょう。毎回訂正されるユニちゃんズ好き。次回、鋼のマリアと聖なる学者のリセエンヌ。規律を守らぬ学院の癌、風紀を乱す諸悪の根源。草のユイ、主の教えに従いこれまで寛容に許し続けてきましたが、そろそろ断罪せねばならない段階のようですね。滅ぶべし仲良し部。名門セントテレサ女学院にギャグの人は必要ありません。めっちゃモブ感あるけど生徒会長がキャラ実装される可能性ワンチャン。さて、おまけに先ほど話題に出ていたコメディキャラの葵さんのストーリーも見てみましょう。ランランラービビビダン、まったかなまったかなビビダン。かわいい。お待ちしてました。
この日が来るのを一日先週の思いで待ち望んでました。面白い女。では昨日から待ち望んでました。やんや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 。では考えていきましょう。友達を作るために私たち何をすればいいんでしょうか。宇宙の心は彼だったんですね。なるほど、敵を知り己を知れば百戦危うからずというやつですね。さすが博識です。思った通り一筋縄にできるものではなさそうですね。友達100人できるかな。次は実践的なアドバイスの質問をお聞きしたく、例えば私がある日道でふと人間の方にお会いしたとしたら、どのように話しかければいいんでしょうか。お前を殺す。なんですって。それはハードルが高すぎます。激高です。敵だ。ハードル高くて宝くじ。なんか違くないですか。すみません、動揺しすぎてまたわけのわからないことを言ってしまいました。それより葵ちゃんの脇にしか目がいかないよね。試しにその人形で練習してみたらどうかですか。なるほど、大丈夫マイフレンド君1号とならよく話してるので練習にはいいかもですね。大丈夫。目のつけどころが違います。それじゃあ友達になってくださいっていう練習やってみます。何か間違ってるところがあったら教えてください。オッケー。こんにちこまねち。こんにちの社会情勢は、少子高齢化の一途をたどり、出口の見えない不景気が我々を苛んでいます。これはもしや子作りのお誘いか。社会派すぎてしまいました。こちらも子作りせねば。武作法というもの。個人的にはお肉より野菜の方が好きです。年取ってくると脂っこいものがね。はい、ここでクイズです。これなんて読むでしょうか。ニャンパス。のところは無理なようです。やっぱり私のようなものが友達に憧れるなんて10万年早いみたいです。友達になってくれって一生言えないかもです。そのうちやべえ奴らと友達になるから平気平気。友達と言わないまでもなんとか会話をするのにいい導入はないものでしょうか。市長もの兄貴たちは初対面の人との会話の導入はどうしてる。なるほど、それぐらいなら見ててください。こんにちは。今日はいいお天気ですね。パーフェクトコミュニケーション。なかなか筋がいいですか。本当ですか。できました。あなたのおかげです。ありがとうございます。私嬉しくて嬉しくて、もうこれで何も怖くない。それにしてもいいお天気ですね。ちょっと曇ってきましたが、いいお天気ですね。話は全然変わりますが、いいお天気ですね。それしかないんかい。夜も更けてきました。いいお天気ですね。何時間やってんの。もう何も見えなくなってきましたが、いいお天気ですね。明日も明後日も、もちろんし明後日もいいお天気ですね。裏の畑でポチが鳴く。そう、いいお天気ですね。この後二人で朝チュンしたんだよね。
おっと、申し訳ないけどお見せできるのはここまでだよ。この先の葵ちゃんとの少子高齢化対策に向けて頑張るお話はプリコネ X で楽しんでくれ。ということで今回はここまで。動画更新のお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、仲良し部ガチャに向けてジュエルの貯蔵は十分か。では、さらばだー。